ラビー。ここで何を？こうやって待ってる彼のことをね。もう戻ってこないって分かってるのに、最近よくここに来るの。1時間とか2時間いることもある。バカみたいだけど、彼のことが恋しくて。座って少し話さない？バカなんて言わないで、ミスティ。全然普通のことよ。そうかな。ジャッキーはよく話してたよ、ミスティがどれだけ大事な存在かってことをね。嘘でしょ。少なくとも言葉は違ったと思うけどまあね。でもそういう意味のことを本気で言ってた。本当のジャッキーを知ってるのはあなただけね。みんなは彼のことを頭が空っぽの乱暴者だと思ってるけど、違う、彼はそんなんじゃない。そういう面もなくはなかったよ。やたらと前向きでちょっとつ盲信でさ。彼は素直な人だったの。恐れることなく精一杯生きようとしてた。闇を抱えてもいたけど。みんなそうでしょ。そうよ、そういう闇が本当の自分を形作るのよね。そこには彼の過去が詰まってる。ママウェルズが式を開くの。あいつが大事にしてたものを備えたいんだけど。選ぶのを手伝ってくれない？私が入っていいのかわからない。まだ早すぎる？いえ、そうじゃないの。ママウェルズとあまりいい関係じゃなくて、彼女はきっと私が入るのを嫌がると思う。思い出を汚されたくないはずよ。ジャッキーはそんなこと思わない。そっちの方が大事でしょ。ほら、フルチューンされてるあいつ本当にバイクマニアだった。開かない。何があるんだろう。そこは彼の寝床よ。きっと別の鍵があるのね。探してみましょう。どこかにしまってあるかも。2020年からずっと飾ってあるんじゃない？ジャッキーは体を鍛えるのが好きだったよね。瞑想みたいなもんだって言ってた。バーベルは最高の相談相手なんだって。静かに悩みを聞いてくれて、下手なアドバイスは一切しない。ダンテ・ゴンザレスのサイン入りボール。ダンテもヘイウッド出身なのよ。ここじゃみんなバスケをやるけど、彼の才能はずば抜けてた。バレンティーノズを抜けたのは彼が最初なんじゃないかな。ジャッキーみたいに？そう、二人ともあそこの水が合わなかったのね。ダンテは今や NC ブラックアウトのキャプテン。エンジンいじりにハマってたね。初めてバイクに乗ったのは15の時。今思うと事故を起こさなかったのは奇跡よ。男の隠れ家にはやっぱ欠かせないよね。もう印刷されてないコレクターアイテムとか言ってたけど。でしょうね。そりゃ大事にしないと。
見つけた。ジャッキー、これってマンダラ？ええ、もう長い話なんだけどね。ねえ、大丈夫？大丈夫どころか幸せな気分。ジャッキーに言ったことがあるの。ここには邪悪なエネルギーが溜まってるから、砂のマンダラとかで浄化した方がいいって。そしたら彼、自分なら代わりに砂の城を作るって、ウェルズ家の隠れ家だか要塞だかを作るんだって。裏ではミスティの言葉を信じてたってわけね。そうみたいね。綺麗な模様ね。ひどい出来よ。でもこんな美しいもの見たことない。ジャッキーの好きなテキーラね。まだ開けてない。それは幸運のお守りよ。ヘスースでアバホが作った最初期のボトル。センツォンテキーラの創始者の。世界に100本しか残ってないのよ。所有してるのはたった 1% の人たち。そんなものどうやって？メキシコであるおばあさんから買ったんだって。その人曰く、デアバホにレシピを盗まれたとか。持っていこう。ジャッキーも喜ぶと思う。オフレンダの供え物は見つかったけど、もう少し見てみない？私はもう少し残ろうと思う。私はここでお別れを言うよ。ママウェルズに歓迎されないから。うん、これはいいかもね。どういうこと？ママウェルズと何かあったの？ジャッキーの相手としてふさわしいと思われてなかったのよ。何か理由があるの？ジャッキーの元アウトプットにカミーラって子がいるんだけど、ママウェルズは彼女がお気に入りだったの。なるほどね。わかった。それじゃあね、ミスティ。ええ、それじゃ。あの子に乾杯を。飲んでいって。デアクエルド、いい、よく来てくれたね。もうすぐ始まるわ。さあ座って。よう、ビー、今日は来てくれてありがとう。ジャッキーがどんな人間だったかとか、あの子を失ってどれだけ寂しいかとか、そんな話はしない。代わりにある出来事を紹介するわ。あれはジャッキーが19の頃だったかしら。あの子はバレンティーノズの一員で、当時メイルストローム相手に日々戦ってた。そんな時に病院から連絡があってね、あの子が3発も撃たれたっていうの。それも心臓の近くに。私が病院に行くと、あの子は意識を取り戻してた。体中からいろんな管が伸びてて、まるでタコみたいだったのを覚えてる。そしてこんなことを言ったの。心配すんなおふくろ、
俺は防弾仕様なんだ、だから絶対死なないんだって。それから私の帰り際にバレンティーノスの指輪を外したの。もう必要ないからって。あの子はおじけづいたんじゃない、ただ私を安心させたかったのです。完全パス、ミホ。ボクシングクラブのナイトシティデビルズにはこういう言い回しがあるんだ。自分をノックアウトできるファイターを一番の親友にしろ。ジャッキーの腕はまるで大砲だった。あんな強烈なのは食らったことがない。今でも感触を覚えてる。あの12ラウンドを思い出すぜ。Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz.他には。私はよく初めてジャッキーに会った時のことを思い出す。頭に銃を向けられた。それがあいつとの出会い。そこに警官がやってきて、私たちは叩きのめされた。半分は私のせいで、半分はあいつのせい。一緒に大慌てで逃げ出したっけ。その30分後にはママウェルズの店で夕飯を食べてて、私たちには意外と共通点が多いことが分かった。生き方のね。ジャッキー・ウェルズ、何があっても自分で決めた生き方を曲げない立派な男だった。一度目標を定めたら、あいつは死ぬ覚悟でそれを成し遂げようとする。前にこんなことを言われた。チーカ、誰かを恐れるな。恐怖は最大の敵だ。ジャッキーの心には常にヘイウッドがあって、それがあいつを形作っていた。だけど何よりあいつは、ジャッキーは人生を愛し、決して恐怖を見せなかった。考えすぎず思ったことを率直に伝え、精一杯に生きたはず。自分は銃弾を食らっても絶対に倒れない。アフターライフの伝説になると息巻いてた。そしてあいつは目的を成し遂げた。権力を握る連中に一矢報いてやったのよ。もしあいつがここにいるなら、きっと今頃中指を突き立ててるでしょうね。満足することなく常に上を目指してた。安らかに注文。乾杯をいいかしら。オルミイホ。優しい言葉をありがとう、ビー。来てくれて嬉しかった。いいオフレンダーができたわ。あなたは良い心の持ち主よ。息子の代わりに持っていて。ありがとう。大事にするよ。クイダテ、ビー。どうだ、ジャッキー。カンポも残念だった。話を聞かない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 
ンボも残念がってる。兄弟を失った気分だって言ってた。あんたが死んでも同じように悲しんでくれるかな。パドレ、仕事相手に別れを言いに来た。今日は勘弁してくれ。ああ、惜しい男を失ったからな。ジャッキーのことはよく知ってるの？あいつがこの世界に産み落とされた日から覚えてる。父親が去った日も、お前があいつの家に迎えられた日もな。ああ、あいつのことはよく知ってる。ねえ、パドレ、ジャッキーは今、空から私たちを見てると思う？神との会交は果たしただろう。それだけ？神がその会交に満足されたかはわからない。ジャッキーはしただろうがな。ストリートの状況はどう？時と場所をわきまえろ。ここへは死者を弔いに来たんだ。もう行くよ。神と共にあれ。集中してくれよな。いや、話を聞くのも大切だぞ。ウェルズに飲みましょう。ウェルズの安らかな眠りに。で、あんたは？グスタボ・オルタだ。B よ。話は聞いてる。俺とカンポ、そしてバレンティーノズ一同から哀悼の意を捧げる。ありがとう。ジャッキーとはどこで？あいつとは同期でな。バレンティーノズね。いや、聖書の集いさ。あいつとはいい思い出しかない。安らかに眠ってくれ、ブロだ。もう十分。ほら、やめ時を知ってる。勘弁してくれよ。行くぞ。改めて寂しくなるね。俺もさ、チーカ。俺もさ、さらなる高みに旅立ったジャッキーに。ジャッキー・ウェルズ。ヘイウッドの申し子に。じゃあ、もう行くよ、ビク。ああ、またな、ビI'm sorry.
is up. Start your ascent for the penthouse in Chargerville. Accidental murder in the line of duty? Embarrassing brain dance evidence? Asukaga and Finch will prove your innocence every time.大阪には十分な人員がいないのか。わかりませんか。邪魔して悪いんだけど。待ってたぞ。ねえ、なぜこの場所に。すぐにわかる。いくつかこちらで新たな情報をつかんだ。サブロー様をパレードで弔いたいと提案したのは誰だと思う。手をかけた張本人さ。とんだ皮肉だな。でもそれがどうしたっていうの。俺にいい考えがある。空を見るんだ。いいか、出汁は確実にこの経路を通る。なんとかして花子様の出汁に乗ることができれば直接話ができるかもしれない。でもどうやって。当然飛び乗るしかなかろう。そんなことができるの。お前と別れた後、こちらは式典で使われる出汁について調べてみた。出汁は全て一箇所に保管されている。荒坂工業団地だ。準備もそこで進められる。施設に侵入して花子様がお乗りになる出汁を見つけ出し、そのシステムにウイルスを仕掛ければいい。そうすれば俺が乗り込む直前にお前がセキュリティを切ることができるだろう。ねえ、方法は。ウイルス入りのチップがある。高くはついたが、チップを買った仲介人によると性能は確かとのことだ。話を続けるぞ。
歩きながら話そう。問題は出汁の乗っ取りだけじゃない。当然ながら警備も障害となる。特に狙撃手だ。何も手を打たないと俺は蜂の巣にされてしまう。だが岡田さんが監視カメラの話をしてただろう。それにアクセスすれば狙撃手の位置を手に取るように特定できる。お前が排除にあたり俺が位置を変えるという作戦だ。決まりね。構わないのか。お前に危険な役目を押し付けることになる。別に今に始まったことじゃないから。よし、早速下準備といこう。チップの動作確認も兼ねてな。目の前に例の監視カメラ制御室がある。ネットワークに侵入しチップのウイルスを仕掛けるんだ。いいけど、その間あんたはどうするの？ビールでも飲んで一休み？仕事中は酒を一滴も飲まん主義だね。俺は入り口を見張ってる。さあ、かかれ。言われた通りシステムを乗っ取った。チップは問題なしか。とはいえまだ安心はできん。警備が厳重な荒坂工業団地への侵入はそう簡単にはいかないだろう。だがその話に移る前に、座れ。昨日から何も食べてない。おすすめはあるか。今日は焼き鳥ですかね。ここのものじゃなきゃ何でもいい。それじゃまたな。この野郎、荒坂の犬にしては思いのほか役に立つかもしれんな。犬にいるのは命令だ。そうすりゃ喜んで動く。目的を果たした後も生きてたら始末すりゃいい。インプラントを失って万全の状態じゃないとはいえ、私くらいは余裕で倒せるかも。根拠は奴の戦いぶりを見たのか。いえ、そうじゃないけど、歩き方や目つきで分かる。この件はまた後で話そう。なんだこれは。え、焼き鳥です。さて、手順を考えてきた。1、荒坂工業団地に侵入する。 1.5、花子様の出汁にハッキングを仕掛ける。2、式典が始まったらお前が俺の指示に従い狙撃手を排除する。3、俺が出汁に乗り込む。4、花子様に真実を伝える。5を忘れてる。織田に殺されて小便をかけられる。花子のすぐそばにあいつがいるはずよ。織田は俺に襲いかかるような真似はしないさ。じゃあ私は。それはまた別の話だ。織田には近づかない方がいい。
なり捨て身の作戦だけど、もっと無謀な仕事もしてきたしね。荒坂相手に強奪を仕掛けた以上に無謀なこと。まさか、あれでかなりハードルが上がっちゃったから。では解散だ。俺は偵察に行くとするよ。この街じゃ右も左もわからないでしょ。一緒に行く。確かにお前の技能や裏稼業の心得は役に立つかもしれん。よし、では共に動くとしよう。おい、あんたボリュームを上げてくれ。よりなぶ5万円つね。やつめ、絶対的権力を手に入れるため、まさかこれほどまでの蛮行に走るとは。まんまと騙されて。このままにはしておけない。父の殺害は何と呼べばいいのか。あれは挑発ではないのか。荒坂への、荒坂は不滅の帝国だ。頼信はそこに中から火を放った。あいつが全ての元凶だ。派閥も権力闘争も全てあいつが。クソ、サブローはただ指をくわえて見てただけなの。息子の手綱を握ることはできたはずよ。サブロー様は強く厳格なお方だった。あれほど強い人間を俺は知らない。だが決定的な時に弱みを見せてしまわれたのだ。頼信のためね。娘のためだ。頼信が子分を従えて荒坂家に宣戦布告した時、三郎様は一言命じるだけで反乱を潰せたはずだが、そうはなさらなかった。花子様を苦しめないためにと。かつて頼信が負け犬のように荒坂家に戻った時、もう一度機会を与えるよう頼み込んだのも花子様だ。わかるか。頼信は花子様のおかげでそれまでの行いの報いを受けずに済んだんだ。その兄弟愛もここまでね。花子が私たちを信じてくれればだけど、彼女に両親というものがあれば希望があるかもしれない。まずはお会いしなくてはな。一緒に来るか。ええ、そうする。長いは無用だ。ありがとうございます。またのお越しを。とても食えたものじゃなかったぞ。来い。監視に適した格好の場所を見つけた。ここを登るんだ。こっちだ。俺たちはついてるな。どうやら今日は誰も人がいないようだ。眺めだと言いたいところだが。だが情緒というものが全くない。そんなにナイトシティが嫌い。いや、英語で言うところのホームシックかもしれんな。よし、それではお前は警備の弱点を探ってくれ。俺は陽動の方法を考えることにする。我々の計画を荒坂に悟られるわけにはいかない。ちょっとばかし騒ぎを起こして奴らの注意をそらしてやる必要がある。お前は左から監視についてくれ。
俺はここからだ。このスコープが役に立つといいが。準備はいいか。始めましょう。通信システムを見つけた。警備が多い。今日は警備されてる。他の経路が見つからなければそこを使おう。ゲートのそばにタレット。そこを通るのは最後の手段だな。定期的にトラックが来てる。ハイジャックする手もあるな。なかなかやるな。こんなところね。自分からついてきたんだろう。ならちゃんと仕事をしろ。もう少し役に立つと思っていたんだ。もうすることはないってば。戦場に子供を連れてきた俺の責任か。よし、目的は果たせた。それじゃあ作戦開始。コンペキプラザに乗り込む時もそう言ったのか。まあそう焦るな。しばらくここから監視を続ける。見落としがあるとまずいからな。特におかしな様子がなければその時はいよいよ作戦開始と行こうじゃないか。了解。じゃあ座って待つとしましょう。ナイトシティで動物を見たのは初めてだ。もちろんゴキブリを除いてな。最初に鳥がいなくなって次は犬。猫は最後まで粘ってるみたいね。化け猫かもな。大げさね。ただの猫よ。さあそれはどうだろうな。昔は祖母が狐やカッパといった妖怪の話をよく聞かせてくれた。化け猫もそうやって知ったんだ。そういえば出身はどこなの？俺は千葉11区のスラム街でこの世に生を受けた。とにかくあそこを抜け出したい一心で。いや、やめておこう。昔のことはもう忘れた。
今は何も知らなかった子供の頃だけが懐かしい。千葉11区での暮らしはどうだったの？ガキの頃シャツを洗ってた運河に化学薬品の悪臭が漂っていたのを今でも覚えてる。時々企業の輸送車がスラム街にやってくるんだ。荒坂が子供たちを選別するのさ。ただし比較的小綺麗なやつだけをな。どうして子供を？企業兵にするためさ。選ばれた時は宝くじにでも当たった気分だったよ。軍ではそれまでの生活に欠けていた全てが与えられた。1日3度の飯や規律、才能があると見込まれた後は教育もな。その見返りに三郎の敵を殺してきたんでしょ？俺の過去についてとやかく言う権利をお前が有しているとでも思っているのか？俺は自分の力を過信して楽な道を選ぼうとしたお前やお前の友達のウェルスとは根本から違う。別に文句を言ってるわけじゃ。いや、お前は企業に反感を抱き、企業がもたらす秩序や世界を考えもなく意味嫌っている。それに代わるものを何一つ提案できないくせにな。周りを見てみなよ。これがあんたの崇める企業が築いた素晴らしい世界。お前は薄汚れた通りを指さし、それがこの街の全てかのように批判するが、荒坂の下で働く何百万という人々はどうだ？彼らは平和で安定した暮らしを得てるではないか。じゃあ千葉11区の住民は？彼らがスコップ缶を漁って苦しい生活をしてるのも企業に責任があるのよ。一度に全ての問題を解決することはできない。もう言い合うのはこの辺にしましょう。ノーマットになりたいと思うこともある。この世界を離れ何もかも忘れてな。ノーマットは一匹狼じゃない。大切なのはファミリーよ。血がつながってなくてもね。ああ、だが今細かい話はいいだろう。思ってることを言っていいか？何？あの日紺碧で俺たちはそれぞれ大切な人間を失った。そのことにケリがついていないから互いに衝突し言い争いになってるんじゃないか？ようやく話が通じてきた。死者の無念を晴らすのは少女の務めだ。花子様はきっと俺たちに手を貸してくださる。あるいは俺たちを葬り去るか。化け猫もいい加減飽きたようね。きっと我が道を行くんだろう。俺たちもな。よし、そろそろ行動を起こすか。くそ、どんどんひどくなる。思ったより元気そうだ。
リティへのアクセスポイントを見つけた。分かった、俺の方も順調だ。行け行け行け。やられる。
同様インプラントをつけてるぞ。次はあとはただひたすら影に身を潜めて時が過ぎるのを待つ。式典開始前にまた連絡する。それまで面倒に巻き込まれるんじゃないぞ。いいな。もう十分巻き込まれてるって。
て目が見えねえのか。エクトロニカのロゴだぞ。ロストビッチだって目が見えねえのか。テクトロニカのロゴだぞ。 SPT-32 グラッド、史上最高のスナイパーライフルだ。一戦やりに来た。あんたがバック？ああ、俺様がそうだ。へえ、お前を見ただけで財布が濡れてきた。折り金全部かけてやる。自信だけはあるみたいね。なんでか知りたいか。この腕はミリタリーグレードだ。チタン製の骨格に炭素繊維の外殻、なんなら戦車にだって穴を開けられる。で、やるか？それとも怖くてちびったか？やりましょう。だからその口を閉じてて。いいだろう。やるっていうよりやられることになるんだ。ついてこい。準備はいいか。怖いなら逃げ出していいんだぜ。相手になってあげる。ボコボコにされるのが好きらしいな。思った通り天で雑魚じゃねえか。またやりたけりゃ言ってくれ。サンドバッグとして使ってやる。そのライフル、グラッドだっけ？どこで手に入れたの？軍にいた時の記念品だ。どうして聞く？興味があって。限定品だって聞いた。300丁しか製造されなかった KGB モデルでしょ。これはこれは、どうやら銃に詳しいようだ。でもここは銃の話をする場所じゃねえ。骨とクロームをかち割る場所だ。で、やるのか？提案がある。賭けを増やすってのはどう？言ったろ、持ち金を全額賭けるって。そのライフルも入れてよ。負けるのが怖いなら別だけど。はあ？なわけねえだろ。いいさ、ライフルもかけてよ。準備はいいか。怖いなら逃げ出していいんだぜ。相手になってあげる。ボコボコにされるのが好きらしいな。通り天で雑魚じゃねえか。またやりたけりゃ言ってくれ。サンドバッグとして使ってやる。
ますよ。な、ここも悪くないな。ナイトシティに来た。何を扱ってるの？あらゆる光景の銃さ。まあ見てってくれ。プロから見て避けた方がいい銃はある？そうだな、バジェットアームズは当然なし。チープなプラスチック製パーツのせいで反動が大きく射程も短い。ロストビッチの製品。もう要注意だ。火力はピカイチだが、どういうわけかピンチの時ほど玉詰まりしやすい。じゃあまたな。妹さんにもよろしく伝えてくれ。会えたらな。仕事が忙しいみたいで顔を出してくれないんだよ。ちょっと元気が出ないの？クロマンティコアはある？大将、変わった趣味してんね。あれは暗闇で不気味に光るらしいよ。あんなのはやめといて、代わりにスパンキーモンキーを飲むといい。ずっと。ねえ、もしもし。ちょっとごめんよ。ブラッド、おいブラッド。大将、助けてくれないか？近所のチンピラどもに困ってる。あんたはずいぶん強そうだ。これも何かの縁ね。行きましょう。助かるよ大将。こっちだ。マンス、おい、一体何しよったんだ。光線回避。助かったよ大将。これで連中も懲りたはずだ。危なかったね。大丈夫？平気さ。このくらいどうってことない。怠け者が偉そうに。あいつらには慣れたもんだと思ってたが、まさかナイフを向けてくるとはな。ま、これでシェンナも仕事に集中できる。触らないで。あいつは家族で一番の出世頭なんだ。とにかくいつでもまた寄ってくれ。うんと安くしてやるからさ。助かるよ。ありがとう。
願いだ。痛いのは嫌だ。ここで今回はコーポの内部不正に関する依頼だ。クライアントはライバルのマテスストーブってやつに関するスキャンダルをつかみたがってる。概要を確認してくれ。B、調子はどうだ。今回は企業が相手だ。お決まりのやつだ。やつらの敷地に侵入して車に追跡機を取り付けてほしい。詳細を添付してある。今回はコーポの内部不正に関する依頼だ。クライアントはライバルのマテスストーブってやつに関するスキャンダルをつかみた。待ってる。概要を確認してくれ。今回はコーポの内部不正に関する依頼だ。